最近ナタはちょっと不穏だよな。冒険者協会からの依頼がどんどん増えてるけど、アビス関連のやつばっかりだぞ。待ってるだけじゃダメだ。何か手伝えることがないか見に行ってみようぜ。そうでしたか。ありがとうございます。ちょうど冒険者協会も手が回らない状態でして。お気になさらず。冒険者の皆さんはいつも重要な戦力になってくださっています。今の状況では一致団結しなければ。無事協力関係を結べたので、今まで集めてきたアビスの情報を後ほどお届けします。その時にまた人員の配置を確認しましょう。はい、よろしくお願いします。ようキャサリン、また新しい依頼があったみたいだな。こんにちは。ちょうどお知らせしたいことがあったんです。エンジン様は人員を集め、ナタの各地に配置し終わりました。最近は頻繁にアビスが侵入してきていますから、今まで通り情報が入ってから行動するとなると、どうしても後手後手になってしまいます。そこでエンジン様はカガリギの民と冒険者協会の情報網を利用しようと考えられました。ナタの各地の動向が分かり次第、私たちが最新の情報を近くの駐屯地に送れば、そこにいる戦士たちが即座に動けるというわけです。はい、これで私たちもあちこち奔走せずに済んで、情報収集に集中できるようになります。お二人も最近は大変だったでしょうから、あまり気を張らずゆっくり休んでくださいね。なるほどな。よかった、やっと一息つけるぜ。わかってるって。別に今すぐ5しか寝るなんて言ってないだろ。アビスの動きは予測しにくいもので、過去には急に活発になり始めた時期もありました。人々にとってあれは突発的な天災みたいなものです。しかし災いが過ぎ去れば、きっといつもの日常を取り戻せるでしょう。そんな日が早く来るといいですね。そうか、世間の人たちはまだ八神の国がヤバいって知らないのか。あれ、旅人さんにパイモンちゃん、こんにちは。カチーナ、体調はもういいのか。うん。それに今は家でゆっくりしてる場合じゃないでしょ。私も何かしなくちゃって思って、ちょうどエンジン様が野外に駐在する戦士を募集してるって聞いたから応募してきたの。え、最近あなたのことをよく聞くんだ。みんな頑張ってるんだから私も頑張らないとって思ったの。あ、そういえば白根お姉さんがね、コメイに取り掛かる準備ができたからいつでも来ていいって。ついに伝説のコメイの職人とご対面か。それにしてもコメイが作れるっていうのは本当に不思議だよな。白根お姉さんはすごい職人なんだ。コメイ以外にもいっぱい面白いものが作れるんだよ。依頼人が多すぎて毎回すごく待つことになるんだけどね。でも今回は集中するために特別に時間を空けてくれたんだって。応募はできたし、もうお知らせを待つだけだから、よかったら一緒に行かない？落ちるってことはないと思うし、多分。お前は余剰者の戦争で勝った立派な戦士なんだから、もっと自信持てよな。そんな。うい、恥ずかしいよ。白根お姉さん、
要な人を連れてきたよ。すっごい人なんだよ。私いっぱい学ばせてもらってるの。この人ならきっと英雄の名にふさわしいよ。そのことは聞いてるよ。すごい勢いで有名になったって。異邦人なの？うん、オイラたちは中に来た旅人だ。いや、孤名が必要なのが異邦人だなんて聞いてなかったんだけど。え？天神様から聞いてないの？うん、新しい協力者が現れたけど、その人の身の安全を守るためには新しく孤名を作らなきゃいけないとしか。孤名を作るのはかなり難しいって言ってたから、うちの腕を信用してないのかと思ったんだけど。難しいってそういうことね。お、怒ってる？別に、もう慣れっこだしね。ただちょっと頭を冷やしたいだけ。いつも難題ばっかふっかけてくるから、毎回喧嘩ばっかなんだ。面と向かってやり取りしないのはかえって効率的かもね。あいつがいないってことは喧嘩になる可能性は根本的に排除されてる。だってあんたたち相手に怒るわけないでしょ。でも頭は分かってるけど、やっぱムカつくわ。異邦人に孤名を作ることなんてできないって分かってるくせしてさ。え、そうだったのか。知っての通り、孤名は英雄の輝かしい精神を象徴してる。受け継がれるたびにその重さも増してくもんなんだ。孤名を作るっていうのは誰かの英雄的な功績を記録すること。その人は孤名の最初の英雄になるってわけ。そうだよ。旅人の冒険者手帳を見せてもらったけど、何でもできるって書いてあったよ。それはナタ以外での経験でしょ。それはそうだけど、そういうのは八神の国に記録されない。そもそもたとえナタでの経験であっても、異邦人のものは記録されないの。大礼に認められない記憶や経験は孤名の素材にはなり得ない。どんなにすごい職人でも無から有は生み出せない。そういうこと。大礼って結構厳しいな。マービカは誰よりもそれを知ってるはずなのに、それでも孤名を作れって言ってきた。できっこないことを任されたってことか。はあ、怒るのも無理ないぜ。こういうこと昔もあったような。何があったかは知らないけど、白根お姉さんは近くの山を何十周も走ってたよね。そんな話はいいよ。今はどうやって不可能を可能にするか考えないと。もう納得しちゃうのかよ。じゃあどうすればいいっていうの。もう決まっちゃったことだし、マービカはエンジン様だよ。命令に背くわけにはいかないでしょ。そういう要望を出してきたってことは、あいつの計画では孤名が必要不可欠だってこと。で、うちの腕なら何とかできるって思ったわけだ。うちを信頼してる証とも言える。自分を説得しにかかってるぞ。そうだね。何か方法がないか考えよう。もしできなかったら、エンジン様に正直に言ってみるとか。重要なのはどうやって大礼に旅人のことを認めさせて、その功績を記録させるかってとこだよ。前に八神の国に行った時、大礼の声が聞こえたよな。ってことは大礼とは交流できるってことか。もし大礼に連絡がついたら説得したりできないのか。部族にはそれぞれ進行する大礼がいる。連絡するってなると、どの大礼に連絡すればいいんだろうね。こんなの前代未聞だし、一体の証人だけじゃ足りないかも。はぁ、そこについてはうちもよく知らないし、わかんないよ。大礼と八神の国に詳しい人に聞いてみないとね。そっちの方向で思いつくのは、名園の主のグラスバーバー、シトラリかな。あ、名前は聞いたことあるぞ。そいつのスピリットストーンのおかげで、カチーナの孤名を見つけられたんだ。あんなものが作れるくらいだから、きっとすごい
なんだよな。力になってくれそうだぞ。でもシトラリは結構年がいってるし、変わった性格なんだよね。いつも家に閉じこもってて邪魔されたくないっぽいし、会うのはなかなか難しいと思う。それに彼女のご機嫌を取れなければ助けてもらえないかもしれないって聞いたし。それは。ん？どういうこと？一回助けてくれたんじゃないの？おかげでカチーナは助かったんじゃ。その代償としてスピリットストーンは一つから二つになったんだ。え？やってくれるよマービカ。こんなたくさんの難題をいっぺんに押し付けてくるなんて。それならマービカからの重要な命令って体で言って、シトラリがエンジン様の顔を立ててくれることを願うしかないね。手紙はうちが書くよ。手紙の内容もそうだけど、届けてくれる人も取り持ってくれるような人だったらもっといいんだけど。じゃあキーニチお兄さんに頼もう。キーニチお兄さんは状況を一番よく分かってくれてるし、シトラリおばあ様とも仲が良さそうだから。キーニチ、アハウをちゃんと閉じ込めておいてくれるといいんだけどな。うん、いいやんだね。キーニチは交渉に長けてるし、いい感じに空気を読んでくれるでしょ。よし、じゃあ今すぐ呼んでくるね。手紙を書いてくるからちょっと待ってて。後で七天神像の近くで落ち合おう。おう、じゃあ適当にブラブラしとくぜ。また会ったな。カチーナから状況は聞いた。シトラリに手紙を届けて説得してみる。ちょうどスピリットストーンの件は説明して謝らないとって思ってたしな。厄介事を任せちゃってごめんね。シトラリとの付き合い方を分かってるのはあんただけだからさ。気にしないでいい。みんなエンジン様の計画のために頑張ってるんだからな。それにナタの状況がどれほどひどいかってことはここにいる全員が知ってる。ってことはカチーナと旅人も知ってるの？うん、過去の英雄が目の前に出てくるのを見たとき、モアラニちゃんはたくさんの記憶と知識が頭の中に入ってきたって言ってた。こっちに戻ってきた後、エンジン様はみんなにヤガミの国の状況とか、どうして英雄が急に現れたのかについて全部説明してくれたの。そうだったよな。で、エンジンが6人の英雄の話をしたとき、すでに認められた4人の中にシロネンの名前があったんだ。そういうことなら腹を割って話せるね。たとえ現状が悲惨でも一緒に進んでくれる仲間がいるっていうのは心強いかも。もう一つ情報がある。あの時競技場で隊長を助けた人物についてだが、ほぼ目星がついた。名園の主の出身でオロルンってやつだ。普段は集落を離れ村外れで一人で暮らしている。だから今回の失踪についても部族の者たちはずっと気づいていなかった。シトラリが気づいた頃にはすでにかなりの期間誰とも連絡を取っていなかったらしい。シトラリもそいつを知ってるのか？ああ、オロルンは孤児で名園の主の族長と親切な人たちによって育てられた。だが小さい頃から変わったやつだったそうだ。変わったやつって？名園の主の人ってみんな夢とか啓示の話に夢中らしいから、はたから見ればそれだけでも十分変なやつらだけど、そんな部族の中で変わったやつって呼ばれるぐらいなら、直接会ったことはないけどよっぽど普通じゃないんだろうね。まあそういう点ではオロルンとシトラリはちょっと似てるかもな。だから二人は気が合うと思う。なるほど。シトラリは引きこもりなのに、なんでオロルンが失踪したって最初に気づけたんだろうって思ってたけど。オロルンが自らの意志でファデュイに入ったのか、それとも脅迫されたのか、
そこについてはまだわからない。でもストラリは一刻も早くオロルンが裏切ったわけじゃないと証明したいはずだ。そこを切り口にする。つまりオロルンと隊長の行方を探そうって提案するの？ああ、もしみんなが協力してくれるなら、それは単純なお願いから両者が利益を得られる協力関係になる。エンジン様からの命令を断ることはないと思うが、協力関係を提示すればシトラリもオロルンのことを気に病まず、より集中できると思う。うん、スピリットストーンを出してくれたお礼もしたいしな。さすがマリポのキーニチ、筋が通ってる。じゃあ手紙は頼んだよ。2日後競技場で待ってるから。ああ、すぐに届けてくる。キーニチお兄さん、行ってらっしゃい。じゃあ私も帰るね。まだ片付けが終わってないんだ。うん、じゃあこんなとこで。また2日後ね。約束の時間だ。シロネンに進捗を聞きに行こうぜ。旅人、パイモン。残念ながらシトラリからの返事はまだないよ。ま、こんな予感はしてたけど。え、返信がないってケイニチを無視したってことか？シトラリって結構尊大なやつなんだな。シトラリは一筋縄ではいかない変わった性格をしてるんだ。名園の主の人も付き合いにくいって言ってる。返信がないのは他の理由かもね。聖火競技場に行って待ってみよう。会えれば話せるかもしれないし。それもそうか。じゃあ行こうぜ。誰もいないぞ。シトラリのやつ、まさか本当にオイラたちを相手にしない気か？はあ、よく考えられた提案だと思ったけど、確かにシトラリには答える義務もないしね。だってこれはエンジンの命令なんだぞ。そいつだってエンジンの民なんだろ。民？うちからすればみんなは仲間同士みたいな感じだって思うけどね。マービカは確かにリーダーだけど、そこに越えられない身分の壁があるってわけじゃない。ただ要望を出すときはいつもすんごい期待をかけてくるけど。はあ、エンジンは強いのにあんまり尊大なイメージもないし、優しいやつだけど、でもそのグラスバーバってやつは偉いからって人を無視するなんてさすがにひどすぎるぞ。みんなすごいすごいって言うけど結局返信もしてくれなかったんだぞ。来ないなら来ないって言ってくれよ。おいらはそんな年寄りには絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。うわー、誰だ？急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの？え、シトラリ？お前がシトラリか？お前ってグラスバーバじゃないのか？グラスバーバって重要なのは黒曜石であって老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ。見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない？別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。あー、言い忘れてたかも。シトラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。
忘れてただけだし、みんなとっくに受け入れてるからさ。失礼だけどさ、いくつなんだ？まあレディーに年を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ、あまりにも変わってるからさ。謝りたかったのに、話せば話すほど混乱して、おいらお前がもう来てくれないと思ってつい頭に来ちゃったんだ。シトラリ、呼んだのはうちだから、攻めるならこの子たちじゃなくうちを攻めなよ。もういいって。そんな真面目な空気にされたら逆にいたたまれなくなっちゃう。さっきの言葉は気にしないで。キーニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で来るって決めてたの。でもそう決めたならわざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。直接来ればいいわけで。でも出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃって、よくあることでしょ。でようやく着いてみたら、みんな私より早く来てるし、気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。さりげなく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。ふっ、とにかくそういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。ばあちゃん、なんでそんな顔するんだ。さっきのが気まずかった反応かよ。名園の主の人が言ってた付き合いにくいってこういうこと。なんか人付き合いが下手っぽいっていうか、挙動不審すぎでしょ。ふっ、とにかく本題に戻りましょう。シロネ、コメを作るのに私の手助けが必要なんですって。うん、今回はかなり特殊な状況なんだ。実はなるほど、マービカ様は外の人の米を作ってほしいって言ってきたわけ。前代未聞ね。そういえば君たち、オロルンのことはもう聞いているのよね。幼い頃からおとなしい子だったから、ファデュイに入ったなんてありえない。きっと脅されたのよ。ああ、オイラたちはまさにそのために来たんだぞ。オロルンを見つけてやるから、コメの問題を解決してくれないか。君、旅人でいいかしら。こっちに来てちょうだい。顔をちゃんと見せて。人々は富のために争いをやめないけれど、君は黄金を超えた。人々は雷帝と怒涛を恐れたけれど、君は海を渡った。自由を求める疲れた魂よ。最も鮮やかな色彩を持つ緑の葉っぱも、君の安らぎを願っている。君から見たものよ。君はみんなが思ってる以上にたくさんのことを経験してきたのね。そして、誠実な英雄の心を持って、炎と共に暗い夜に入る勇気がある人。あ、動かないで。何かいるわ。なんだよ。おいらを脅かさないでくれ。大丈夫か？散りなさい。はい。八神の国から帰ってきた君の体には、魂の残留物がついてたわ。もう払ってあげたけど。幽霊をちょっと連れて帰ってきちゃったってことか。そこまでひどいわけじゃないけど、放っておくと精神が不安定になったり気分が悪くなったりするだけ。払ってもらえてよかったね。
お安いご用よ。シロネ、君たちの計画に乗るわ。オロルンを見つけてくれたら、ヤガミに会わせてあげる。ヤガミ？え、タイレンジじゃないのか？これほど重要なこと、部族の大礼には決められないもの。異邦人に古名を作れるかどうか、決められるのはヤガミだけ。ヤガミはヤガミの国を管理する古の生命体で、常に聖火の力を借りてアビスの侵食と戦ってるの。なるほど。簡単に言うと大礼よりもすごいってことだよな。まあそりゃそうか、ヤガミの国っていうぐらいだもんな。それはちょっと違う。誰がよりすごいとかって話じゃないのよ。まあ詳しく説明するには複雑すぎるからはしょらせてもらうけど、話を戻すけど、ヤガミが深い眠りについた今、ヤガミの意識とつながる方法は脱魂しかない。簡単に言うと夢を見ることね。脱魂のような儀式を行うにはいくつか用意しないといけないものがあるの。リストにまとめるから準備してくれる？じゃあうちが行くよ。いろいろいりそうだし、地元の人間の方が土地勘あっていいっしょ。よし、じゃあオイラたちはシトラリと一緒にオロルンを探しに行こうぜ。相手はファデュイなんだし、くれぐれも気をつけてね。助けが必要になったらいつでもうちを呼んで。うん、無理はしないぞ。こっちはあの悪ガキを探さないとね。今日は遅刻しちゃってごめんね。実は来る前にオロルンの拠点に行って手がかりを探してたの。あの子は一人で暮らしてるんだけど、拠点にある壺が壊れてたの。あの子が飼ってるネンソミツムシの調子もおかしくて、多分ずっと誰も世話してなかったんでしょうね。部屋の中には刃物を使った跡もあったけど、ナダの武器じゃなかった。あれはスネージナヤ人のものじゃないかしら。誰かが部屋に入ってオロルンを誘拐したってことか？でも野外でミツムシを飼ってるだけの子を誰がわざわざ誘拐したっていうの？20代そこそこのあの子をさらってどうするのよ。別にオロルンに非がないって言ってるわけじゃないのよ。でもナタには人が大勢いるのに、どうしてあの子がさらわれたのかしら。まあとにかく早くあの子を連れ戻して聞いてみないことにはね。ぶしつけなお願いをして本当にごめんね。でもオロルンを探すには君たちの手助けが必要なの。オイラたちに任せてくれ。ええ、まずはオロルンが最後に目撃されたところに行ってみましょう。ここよ。目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。はあ、こいつナタでは人望があるってケイニチが言ってたよな。こんな風に思い悩む一面もあるんだな。オロルン、あの子は道端に捨てられてたのよ。部族の人たちがあの子を拾ってきて、みんなで一緒に育てたの。名園の主でいろんなことを勉強して、大きくなってからは一人で離れて暮らすようになったわ。野菜を栽培したり、ネンソミツムシを飼育したりして、自給自足で生きてるの。はあ、友達づてにいつも野菜を送り届けてくれるんだから、本当にいい子なのよ。まあいいわ、とにかく探しましょう。人を見つければ手がかりも手に入るはずよ。
オロルンはミツムシを飼ってるけど、あの子たちは刺激を受けると特殊な粘素を分泌するの。その痕跡を追えばオロルンを見つけられるかもしれない。痕跡をたどってみましょう。痕跡ってどこにあるんだ？オイラには見えないぞ。ああ、そっか。君たちの目はそういうものに敏感じゃないのね。さあ、手を出して。武術で私の感覚を一時的に分け与えたの。しばらくの間、君たちにも粘素が見えるようになるわ。そんなのって誰かに与えられるものなのか？初めて聞いたぞ。珍しい武術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。おちびちゃんの感知力は弱めだけど、旅人はちょっと強いのね。さっき君の手を握ってみたけど、君は粘素との相性が良さそうよ。才能があるって言えばいいのかしら。とにかく次はオロルンの行方を探してみましょう。二人とも頑張ってちょうだい。こっちだ。この方向で合ってそうだぞ。シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱりすごいんだな。なんですって？褒めて言うんだぞ。すごいってな。はあ、わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年はいってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。え、もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。でもさっきのこの子たちの表情から見ると、まさか私って全然時代についていけてないの？え？この声はシトラリか？そういえば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。何その目、自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。としての経験から見た感じじゃ、やっぱり誰かここにとどまってたみたいだな。ちょっと待って、ここの粘素ちょっとおかしい。見てみましょう。は、何かのマークみたいだな。すごく小さいけど、これは冥王の主の人が使う助けを求めるサインなの。
わかるのは私たち部族のものだけ。あの子、やっぱり脅されてたのよ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク、気づかれないようにしたのね。やっぱりファデューに監禁されてるに違いないわ。正面からぶつかることになるなら全力で戦う。でも、もしオロルンもそこにいたらどうしましょう。あの子は可愛い孫みたいなものなんだもの。巻き込めない。ああ、ダメね。落ち着かなきゃ。その痕跡が複雑になってきてるわ。匂いが入り混じってる。炎、雷、それから他の元素も。キーニチはお前のことすごいやつだって言ってたぞ。何か分かったのか。キーニチったら、やっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡よ。現場の痕跡から見ると、おそらくここで戦いがあったんでしょうね。でもその後、粘素も元素の匂いも別々の方向へと消えていった。オロロンは助けを求めるサインを残してたんだよな。あ、もしかしたらここでもサインを残そうとしてファデュイにバレちゃったんじゃないか。別々の方向に向かったのなら、私たちも二手に分かれましょう。私はこっちに進むから、そっちをお願い。また後で合流しましょう。ホラル、一体何してるの？私だけじゃなくて、みんなに心配をかけるなんて、ほんといけない子ね。あいつ言っちゃったぞ。旅人、お前も聞こえてたよな。シトラリがいなくなったら声も消えた。心の中であいつの名前を呼んでみたけど、何の反応もなかったぞ。な、オイラもてっきり会話できるのかと思ったんだけど、こっちにはあいつの心の声が聞こえて、向こうもオイラたちの心の声が聞こえるってな。この不術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさそうだけどな。もしかしたらオイラたちが特殊だから副作用みたいなのが出てきちゃったのか。あいつの心の声、賑やかだよな。思ってたのと全然違うぞ。こっちにも痕跡があるぞ。進んでみようぜ。手がかりが見つかったのか？え？オーロルンがどっちに向かったのか、もうわからないってことか？急に何もなくなった。足跡とかも全然ないぞ。おかしいな。生身の人間が急に消えるわけないし、ファデュイもいたはずなのに。まさか、空を飛んでいったわけじゃないよな。どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。
悪いが動かないでくれ。傷つけたくないんだ。危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。初対面がこんな形になって本当にすまない。君は戦いが得意だから、他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今、名園の主の者たちがよく知っている領域、八神の国にいる。こんにちは、旅人。僕が君の探しているオロルンだ。ああ、脱出。やはりそう思っていたか。ばあちゃんもきっとファデュイに脅されていると言ったんだろう。煙に包まれた偽りのサインを見た君は嘘を追ってここに来た。あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは君ともう一人の友人を会わせるための一番手っ取り早い方法だったんだ。来たな、異教の旅人。丁重に対応してくれ。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。慎重に扱わないと。お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式でお前の魂を八神の国に連れてきたのだ。同僚が世話になったそうだな。お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、俺はこの先お前と正式に話をしたいと思っている。その時になれば、こんなことをした理由とマービカを疑う理由を説明しよう。とにかく当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ競技場の東を探すがいい。これ以上トラブルを起こすのは本意ではない。誰にも知られずに来てくれ。現実世界でもいずれ会うことになるだろう。その時はどうか話を合わせてくれ。ばあちゃんを巻き込まないために。ねえ、なんで座り込んでるの？本当に大丈夫？ストラリー、こいつぼーっとしてると思ったら急に倒れちゃったんだ。まさか八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？どこか具合の悪いところはない？ゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。具合が悪いって知ってたら無理してお願いしなかったのに。具合が悪いなら言ってくれよ。何かに取り憑かれてるのかもしれないし。ストラリがいるからまた見てもらえるぞ。いつも旅をしてるなら無理は禁物ってわかるはずよね。何か頼みがあれば遠慮なく言って。とにかくもう少し休んだ方がいいわ。はあ、ほんと不用心な子なんだから。楽になったか？じゃあ次の準備をしましょう。
さっき連鎖の痕跡をたどってある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。オロルンが中にいる可能性が高いわ。それってこの近くか？早速行こうぜ。君は私の助っ人で、私たちは風と雲みたいな関係よ。君の調子が悪いと私もうまく動けないの。お詫びなんていいから、しっかり働いてちょうだい。あっちよ。誰かいるみたいだぞ。オロルンよ。やっぱりファドゥに捕まってたのね。おお、待ってろ、オイラたちが助けてやるぜ。おい、何ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか。太陽がない。なんだと？太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。ちょっとどいてくれ。あ、何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。シトラリのやつ、必死で怒ってないふりをしてるみたいだ。ふん、準備はいい？目に物見せてやるわよ。3、2、1。まだ抵抗する気？君、空気が読めないのね。難攻不落。足元に気をつけて。風だ。姿を見せよ。天道万象。お嬢様の仰せのままに。ここだよ。敵立先陣、天道、ここにある。一緒に遊ぼうよ。逃げようなんて思っ、戻れ。天道万象、剣女万弱。敵捕まえ、ここにて命ずる。夜の権限。足元に気をつけて。またか。難攻不落、天道、ここにある。ばあちゃん。シトラリがグラスバーバだってことは知ってるけど、実際にばあちゃんって呼ばれるのってやっぱり違和感があるよな。こんにちは、ばあちゃん。なんだって？ばあちゃんだ。違うのか？君はばあちゃんの友人で同世代みたいだから、ばあちゃんだろ？そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。ばあちゃんと同じ世代の人はたくさんいるけど、見かけるたびにばあちゃんやじいちゃんなんて呼んじゃダメよ。待てよ、こいつまさか子供なのか？こんな顔してるけど実はまだ10歳も行ってなかったりして。その言葉はトゲのあるつる草のように深く刺さるな。ピンセットを使わないと取り出せないぐらいに。傷ついてないでオイラの質問に答えろよ。僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには育ててもらった恩がある。みんな僕の家族だ。ああ。じゃあお前は誰よりも年下で若造の下っ端ってことだな。オロルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？
三つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ。ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない人。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。なのによりによってこんな大きなトラブルに巻き込まれるなんて。捕まっちゃったらもう誰かに助けてもらうしかないのよ。私たちが駆けつけてこなかったら死んでたかもしれないのに。ごめんばあちゃん、次から気をつけるよ。次ですって？こんな危ないこと次なんてあってたまるもんですか。怪我させられたりしてない？いや、ナタの地形についていろいろと聞かれて地脈の分布図を書くよう言われただけだ。正直に答えてちょうだい。エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物はオロルンなのね。ああ。どうしてそんなことしたのよ。それは僕の協力が必要だと言われた。もし断ったらばあちゃんを探し出して何らかの方法で痛めつけてやるとも。ふん、ばあちゃんはただものじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。この子は本当にもう。そんなデタラメを信じるなんて、その頭に詰まってるのはただの飾り？幸いエンジン様は名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて、君の名前は出てない。でもだからってエンジン様が何にも知らないだなんて思わないで。たとえ予想していた真実が訪れようとも慌てる必要はない。教えた言葉忘れちゃったの？ごめん。もういいわ。倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから、これで君の無実は証明できるでしょう。さあ片付けて帰りましょう。オロルン、今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよ。それから町に戻ったら私と一緒に談義室行きよ。事の経緯を説明するの。わかった。野菜を持っていこうか。野菜？ああ、野菜をたくさん育ててるんだ。新鮮だぞ。エンジン様、お嫌いなものがないといいんだが。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。エンジン様に会ったらまずはこう言うの。三つのものには気をつける。違うでしょ。まずはファデュイと結託なんかしてないって弁明するの。名園の主の教育は一体どうなってるんだよ。わかった。なるほど。オロルンが隊長を逃がしたのはファデュイがシトラリさんに害をなさないようにするためだったと。ああ、すまなかった。一族のものを守るためだったってことに免じて許してくださるようエンジン様を説得してくれないかしら。情報を整理してエンジン様に報告する。結果が出たらすぐに知らせよう。ここで待たなければならないのか。本当はそうなんだが、シトラリさんが保証人になってくれるのなら自由に行動していい。いいわ。別の用事もあるし、ここで時間を無駄にするわけにはいかないの。協力に感謝する。オロルンさん、知らせが届き次第なるべく早く談義室に来てくれ。わかった。ありがとう。ばあちゃんもありがとう。ふう、これで逃げ隠れする必要はなくなったな。旅人パイモン、今回は本当ありがとう。恩に着る。オロルンのことが落ち着いたらシロネのところに行きましょう。一緒に米を作らないと。うん、ありがとな。面倒だなんて助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあまたね。朗報を待っててちょうだい。オロルン、ついてきて。泊まる場所を探さないと。さようなら、ばあちゃん。
考えようぜ。あ、なに？隊長が！あ、びっくりしたぞ。矢神の国であいつに会ったのか？しかも何もされなかったって？オーロルンは一体何がしたいんだ？誠実そうだったからおいらてっきり。ばあちゃんが心配だからしょうがなくファデュイと協力したなんて真っ赤な嘘で、本当はファデュイと進んで手を組んでたのか。うん、そうだな。教えてくれてありがとな。オイラはお前の判断を信じるから、お前が行きたいって言うなら一緒に行くぜ。約束の時間まであと1日か。時間になったら約束の場所であいつらを探そう。あれ、誰もいないぞ。まさか騙されたんじゃないよな。こんばんは。会えて嬉しいよ。幽霊みたいに後ろから急に現れるなよ。すまない、いつもの癖で。本当に悪かった。お前って謝ってばっかだな。おとなしそうに見えるのに、なんで変なことばっかするんだよ。君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。なんだよ、オイラのこともばあちゃんって呼ぶか。まあそう言えなくもないが。ああ、誰もついてきていないみたいだ。出てきていいぞ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。そういった人物とは協力関係を結ぶべきであって、敵にはなりたくない。しかしこのまま何もしなければ、俺たちはいずれ戦うことになるだろう。そうならないように何とかしたい。かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、お前は決して理屈が通じないようなものではない。もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知ってるんだろう。アビスを倒してナタを救うには、あと二人の英雄を待たないといけない。なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。ってそこはいいか、もう知っちゃってるわけだし。計画の進捗には常に注目している。率直に言おう、彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか、そして本当にアビスを倒せるのか。もしものことがあれば、ナタだけではない、テイワット全土が道連れになる。本当に他に方法がないのか、それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。お前はどう思う？応急策って、たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかしその方法には悲惨な代償が伴う。だからこそ彼女はそれを予備案にしたのだろう。ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。何がそう決断させたのかはわからないが、今のナタには彼女が悟るまで待つ余裕がない。最も心配なのは、
多大なる責任が降りかかる中で、彼女が悲惨な事実に向き合えず、予備案を実行する機をも逃し、ナタを全滅させることだ。だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。そうだぞ、証拠でもあるのか。そんな一方的な話をオイラたちが信じるなんて思うなよ。あの時神の心を奪おうとしたのは氷の女皇の計画のためだったんだろ。やはり鋭いな。あの剣は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。ち、誰か来る。何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって？君のばあちゃんだけど。ストラリー、 いつの間に来てたんだよ。二手に分かれようって決めた時には気づいてたのよ。隠れた儀式用の道具、幽体離脱しちゃった旅人、君って子は一体何をするつもり？よくも私に黙ってファデュイと手を結んだわね。またそうやって怒られたらすぐ黙り込む。それで見逃してもらえるとでも思ってるの？そういうわけでは。まだ強がる気？そうじゃなければなんだっていうの？後ろめたい気持ちはあったんだ。ばあちゃん、ごめん。この無知か何か持ってくればよかった。落ち着けよ、ストラリー。今回は、収穫がなかったってわけじゃないだろ。少なくとも、隊長がもう神の心を奪う気はないってことは分かったわけだからな。戻ってからにしようぜ、な。いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。お仕置きなしってわけじゃないからね。ふぅ、二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。行きましょう。二人ともどうかオロルンのことを見張っててちょうだい。こんな子見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのかちゃんと説明してちょうだい。あら、答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？それはナタとどんな関係があるの？聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？あ、うん。よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？君と名園の主全体に終わりのないトラブルをもたらすだけでしょ？普段は聞き分けのいい子なのに。どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったならこんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわっ、なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。君は優しい。普通の人ならとっくに逃げてるかも。ばあちゃんの文句を喜んで聞く人なんていないから。
後ろでこそこそ内緒話するなんて君たちね。うわあ、ごめんよばあちゃん。まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。君たちはもう立派な大人で、まーちゃんの言うことなんて聞いちゃいないのよ。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファズテにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。こんな悪い子からの贈り物なんていらないもの。イファって誰だ？配達員か？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだからきっとろくな子じゃないわ。はあ、子供って大人になるとちっとも言うことを聞いてくれないのね。どうせ何言ったって無駄なんでしょうけど。ほらルン、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。地脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。あの件はもうとっくに終わってるんだからね。なんだか内輪の話題に入っちゃったな。全然わからないぞ。それは違う、ばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でも今回は本当に傷つけてしまったことも分かっている。すまない。この声は？ホーラルン？どこにいるの？なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。もう行かなくても。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったら、もう植物の胞子でできた粉？これで騙してたのね。なんで急に遠くに行っちゃったんだ？一体どういうことだよ。ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？だからこんなにうまいのね。って上達して何の意味があるのよ。あー、もうムカつく。今度会ったら足をへし折ってやるんだから。落ち着いてくれよ。でもオロルンはどうしていつも逃げるんだろうな。ナタを守るためになんでオイラたちから離れる必要があるんだ。ふん、さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。でも二人のデタラメを最後まで聞いたところで何の役にも立たないと思う。問い詰められればいつかは口を割ってしまう。それが怖くて逃げたんでしょうね。本当にもう。町までもうしばらくかかるからゆっくり歩いていきましょう。どこから話せばいいか考えさせてちょうだい。この後時間はある？お腹空いたし何か食べない？確かにずっと何も食べてないよな。気が緩むと一気にお腹が空いてきた気がするぞ。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。え、いいのか？おごってもらえるんだぞ。お、でもさっきからこいつ全然喋ってないよな。
なんか機嫌が悪そうだぞ。まあオイラたちは立派な冒険者だからな。ちゃんと自分で払えるぜ。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。え、オイラたち、お前がモラを使わなくていいようにって。はあ、モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから君たちをいたわりたいだけなの。このつまらないおばあちゃんにおごるチャンスをちょうだい。わかったから。シトラリ、元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。何見てるんだ。入り口に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。え、一人しかいないけど。あら、どうして。うん、見間違えたのかしら。マスター、おかわり。まさか酔ってるんじゃ。はい、ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。しかも最近話題の旅人じゃない。え、オイラたちを知ってるのか。もちろん。カチーノを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。おばあちゃんに新しいお友達ができたのなんていつぶりかしら。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当ならおばあさまって呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だから、みんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあら、ちあんか、私の前で悪口。悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。お得意さんのお友達はきっとお得意さんになってくれるでしょ。はあ、もういいわ。お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに吐いたりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。ストラリ、ストラリ。誰。はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のシトラリと勝負したいの。おい、起きてるか。誰もいないところに向かって喋ってるみたいだけど。はあ、勝負してどうなるの。負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ。どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って。私のどこが妖怪よ。どこが妖怪に見えるの。シトラリばあちゃんは妖怪じゃないぞ。そう、暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり。それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入り、そう、君のことよ。とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった。ふん、やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう、おばあちゃんはすごいのよ。すっごく頑張ってるんだから。本当。まさか
目を開けたまま寝たのか。漆黒の帳の中で憎悪の幕が開かれる。煙の中には、おばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで、寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か。名園の主っていうか、シトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。でもおばあちゃんにできることはなかなか真似できない。警戒の赤が昇る。あの瞳の中に、わあ、旅人パイモン、私どうかしたのか。ちょっと、吐き気が、ちょっと大丈夫？うわ、吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。本当よ。大丈夫か。ちょっと歩いて呼吸を整えるか。はあ、話したいことはいっぱいあるんだけど、どう言えばいいかわからない。なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか。そんなんじゃないの。羞恥心よ。わからない。こんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね。君だってそういう気持ちはわかるでしょ。実は。え、何。いい機会だし行っちゃおうぜ。私の心の声。気にしないでくれ。別に大したことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない。なんでそんなことが起こったの。声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて、そんなのありえないでしょ。家の鍵がかかってなくて、キャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だって、パジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう。話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。どう？ここの風景悪くないでしょ。一人の時はここに来るのがすごく好きなの。確かにすごい見晴らしだな。はあ、泣きたい。え、泣かないでくれ。慰めていいかわからないぞ。泣きたい気分って話。まったく、助けてもらってるのにお礼を言われるなんて、私かっこ悪い。あんまり気を使わないで、じゃないとしんどすぎるわ。
いいのか？お前って年功序列にこだわるやつなのかと思ってたぞ。昔はそうだったかもね。それと確かに名園の主の人にはそういうことは言わない。みんなの目に私は変なおばあちゃんとしか映ってない。この認識はもうずっとあるものだからなかなか変えられないの。普通の人とあんまり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。グラスバーバは偉い人なんだからそんな言い方しないでって。ストラリがすごいから怖いんじゃないか。怖いって人もいれば悔しいけど勝てないって人もいる。それでだんだん私とどう付き合えばいいかわからなくなっちゃったのかもね。君たちは？私が怖くないの？え？全然怖くないと思うぞ。君たちは名園の主で暮らしてないから私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らないもの。私を見ればたとえ一生を費やして頑張っても私のように生きた伝説にはなれないとみんな悟ってしまう。ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。信じてくれないのなら聞かなかったことにして。え、信じてないわけじゃないぞ。シロネもお前のことを真っ先に思いついただろ。オロルンだって怖がってないし、あいつにとってお前はばあちゃんだからか。ええ、あの子は特別なの。君たちは私とオロルンを助けてくれたし、マービカ様の計画も知ってるから本当のことを話してもいいか。ナタではオロルンは実は特別な存在なの。捨てられた子だって言ったでしょ。捨てられた理由はあの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで、役と災難をもたらすって言われてるの。両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。獣とかに食べられなくて本当に運が良かった。名園の主では人の魂は見えるものだと信じられてる。そしてオロルンの不完全な魂はあの時のナタにある可能性を提供した。ある儀式を行うのよ。その中でオロルンは媒体となる。具体的には散らばった魂をオロルンの体に入れて八神の国に送るの。この儀式を完成させれば血脈の力を強化できる。ちょっと待て、なんかおかしいぞ。ええ、すぐに要点をついてくれたわね。八神の国が破壊されて中の魂は死散した。血脈に帰れずさまようことしかできない魂がいるの。そして魂が散り散りになったせいで八神の国は衰退の一途をたどってる。でもさっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるからお互いにいいことなわけ。ただ媒体としてのオロルンは完全に生贄になるのよ。でも族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時血脈の状況はかなり悪かったし、ナタが滅びるなんて誰も望んでいなかったから、ちょうどいい人材がいるのなら試してみたくなるものよ。族長が意見を聞いてきたけど私は承認も反対もしなかった。彼らは試みそして失敗した。それでオロルンは助かったってわけ。笑えるでしょ。承認しなかったからって正義とは言えない。だって反対しなかったってことは黙認したってことなんだもの。もし儀式が成功してたらオロルンは死んでたかも。名園の主では生と死は忌避するような話題じゃない。
でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんてあんまりだわ。あの子の生きる意味はどうなるの？それは他人のために命を捧げることだったっていうの？あまりにも不公平じゃない。だから計画が失敗したと分かった時、罪悪感に駆られながらも私は密かに安堵した。この計画は秘密にはされなかった、あるいは秘密にする必要がなかったのかも。オロルンが大人になって調べてみれば、子供時代の経験の意味はわかるはずだから。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。でもその件を忘れかけた頃になって、あの子急に聞いてきたの。ばあちゃん、じいちゃん、もしあの時儀式が成功したら、ナタは助かっていたのかなって。そんな、あいつのせいじゃないのに。ええ、あの子は分かってるはずだけど、それでも気に病んでしまうのよ。あの子は魂に対して敏感だから、血脈の状況がどれだけひどいか人一倍分かってる。今でもナタのために何かすべきだと思ってるから、ファデューに協力したんでしょ。まったく、一体何を吹き込まれたのやら。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。オロルンもその方法でいけるって思ってるってことか。このまま放っておくわけにはいかないぞ。あいつによく言い聞かせないと。おい、シトラリ、顔色が悪いぞ。大丈夫か？帰って寝るか？多分飲みすぎたのかも。大丈夫、風に当たればよくなるから。もうやっぱり飲みすぎた。はあ、帰りましょう。どう感謝すればいいのかしら。君たちには本当にたくさん助けてもらってる、ありがとう。気にするなって、友達だろ。それにオイラたちはお前に貸しがあるから全然怖くなんかないぜ。それもそうね。わかった、今日のところは帰って寝るわ。また次回一緒に考えましょう。お友達ね。覚えておくわ。オロルンはきっと隊長と合流してるよな。予備案ってやつについてか。隊長の話を信じるのか。確かにあいつに聞くのが一番早いな。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。明日の朝一に行くってことで、今日はもう寝ようぜ。外が騒がしいな。おいらもうちょっと寝たいぞ。やっぱり見に行ってみるか。起きたのね。ちょうど呼びに行こうとしてたところよ。ずいぶん早起きだな。昨日の夜はあんなに飲んでたのに、すごいって褒めるべきか。昨日のことはもうやめて。恥ずかしいから。私もうるさくて起こされちゃったの。見て、競技場に集められた選手たちがみんな動き出したわ。多くの場所がアビスに襲われていて、名園の主もターゲットの一つだそうよ。今すぐ戻らないと。え、またアビスか。お前一人で大丈夫か？手伝おうか。大丈夫。各地に駐在してる戦士たちもいるしね。
対応も早かったからそこまで深刻な状況にはなってないと思う。競技場が人手不足みたいだから言ってあげて。今さらもう言い訳を考えてあげたりしない。あの子もいい年なんだから自分の行動にはきちんと責任を持ってもらわないと。私はあの子の保証人だから談義室に行って真実を報告するわ。どんな処分が待っていようと受け入れるつもりよ。でも先に名園の主に戻って危機に対応するくらいは許してもらえると思う。それと古名の件については問題が解決したらすぐにシロネンのところに行くわ。お友達との約束は忘れないから安心して。うん、ありがとう。それじゃ。すごい速さで行っちゃったぞ。かなり深刻な状況みたいだな。みんな競技場に向かってるみたいだけど今の状況を聞いてみようぜ。こっちこっち、我らが異教の星旅人が来てくれたよ。みんな来てたのか。異教の星ってなんだよ。まあまあ、とにかくすごいって意味。君たちが腕を披露するのにぴったりな緊急事態だよ。待ってくれよ、まだ状況がいまいち分かってないんだ。私が説明する。アビスが突然北条の国、名園の主、小玉の子、そしていくつかの野外の拠点と監視塔を襲撃してきたんだ。ああ、しかもどんどんエスカレートしてる。各部族の戦力はそこそこ充実してるから今のところ大きな脅威はないわ。でも野外でアビスに遭遇した冒険者や商人は大変な目に遭うでしょうね。私、お姉ちゃんと野外で生存者を探して治療してたの。帰ってきたばかりなのにまた行かなきゃいけないことになるなんて。念のため私も北条の国に戻って確認する。モーラニはどこに行くんだ。だったら私は小玉の子を手伝おうかな。一番近いからすぐ着くと思う。君たちも一緒に来ない。なるほど、かなり重要そうだね。大丈夫、児玉の子のことは私たちに任せて。君たちとエンジン様との話が終わった頃にはアビスの脅威なんてきれいさっぱり片付けられてるかもね。そうだといいな。北条の国もなんとかなるといいんだが。あいつらの筋肉は飾りじゃないから安心しなって。ではここで別れよう。みんな何をするにしてもくれぐれも気をつけてくれ。変なものに取りつかれたりしないでね。もう心配したくないの。そのことは一旦置いておこう。まあまあ、みんな心配して言ってるわけだしな。じゃあオイラたちはエンジンに会いに行こう。さっさと話を終わらせてみんなを手伝いに行こうぜ。ああ、君たちか。久しいな。見ての通り厳しい状況が続いている。各地に負傷者が出ているんだ。君たちの冒険団には興味あるが、あいにく今はタイミングが悪いから手短に話してもらいたい。大丈夫だぞ、オイラたちも急いでるからな。この話が終わったら児玉の子に行くんだ。何？別の方法はあるが代償が大きすぎるから私はそれを実行したがらないのだと。そう思っているわけか。ファデュイの情報網はやはり侮れないな。神の心に関しては確かに事実だが完全な情報ではないようだ。聞かれた以上は誠実に答えよう。ただどうか内密にしてくれ。神の心の力を使えばナタは救えるが、
大きな代償を支払うことになる。方法というのは、八神の国の魂と記憶をすべて抽出し、地脈を包み込む大きな網を作ることだ。アビスの侵入を防ぐためにな。魂で網を編むのか？じゃあ。ああ、魂とは命のもう一つの形だ。この方法の残酷さは言うまでもないだろう。八神の国には魂だけではなく、記憶や伝説も存在しており、それらはすべて網を編む材料となる。しかし、網にしてしまえば、私たちの文化や歴史はすべて消えてなくなる。編んだ網までもが侵食される前に、地脈の損傷の問題を解決できなければ、犠牲は無駄に終わるだろう。代償が大きすぎるから、私はその方法をそもそも予備案に入れていない。単に勝利するだけではなく、それが本当の意味での勝利と言えるかどうかも考えるべきだからな。もちろん、今実行しようとしている計画にもリスクはある。しかし、それは私が熟考した上で導き出した最適な選択肢だ。ああ、ナタという地は長年アビスの脅威にさらされてきた。あまりにも特殊すぎるからだろう。歴代のエンジンは皆悲観的な考えを持っていたようだ。最後の手段が用意されているのはナタ人のためだけではない。テイワットの他の地に住まう者のためでもある。だがこの方法は秘密として守られてきたのだ。隊長はどうやってそれを知ったのやら。隊長は新しい方法を見つけたとも言ってたけど、まさかそれも似たような過激なやつじゃないよな。神の心がない以上、他の手段はもうないはずだ。だがハッタリをかける必要もある前に、疑問を解消するには隊長が何をしているのか調査するしかないようだな。その顔、さっきは一瞬疑っていたな。うん、そんなわけ。って何言ってるんだよ。君らしい答えだ。正直だな。気に入った。私を疑ったのは慎重さゆえか、焦りからか、それとも単なる好奇心からかはわからないが、何はともあれ、ナタの人を救うという目的は変わらない。私の回答を聞いてもなお懸念が残るか。ふぅ、びっくりしたぞ。お前ってほんと誰が相手でもひるまないよな。それでいい。そうだ、私のことはマービカと呼んでくれ。友人たちは皆そう呼んでいる。そう呼ばれる方が好きなんだ。隊長についてだが、ファデュイを調査する情報員が直に帰ってくる。すぐ答えがわかるだろう。あ、わかったぞ。でも、もうちょっと待たないといけないのか。今はまださほど深刻ではない。今回アビスは同時に複数の場所に侵入してきたが、付近に駐在している戦士たちで十分対応できるはずだ。人員の手配は済んでいるし、カバーできていない数箇所については私が人を率いて解決しに行くから心配ない。え、お前自ら出陣するのか。でもお前の力はもう聖火に捧げたんじゃ。その通りだ。だが今は魔人ほどの力はないが、私がエンジンになるまでは優れた戦士だったことを忘れないでくれ。感情からしても理屈からしても後方に甘んじているわけにはいかない。そうだろ。一人でも多ければその分力も強くなると考えただけだからな。励ましになるかどうかは二の次だ。長い目で見れば、たとえ迅速に対応できたとしてもこの方法は完璧ではない。ナタ人を他の国に避難させる方法も考えたが、八神の国とナタ人は切っても切れない関係なのだ。ナタを無理に離そうとすれば悲惨な結末をたどるだろう。
すでに拠点の防衛を強化するよう各部族の族長に通達し、部族のメンバーには外出を控えるよう伝えた。次は適切なタイミングを見つけてナタの現状を公表する。どうなっちゃうんだろうな、ちょっと心配だぞ。ああ、その他の反応もあるだろうがな。まあそういうことについては何とかするから大丈夫だ。まずは体調に関する情報が手に入り次第すぐ君たちに連絡しよう。おう。さてオイラたちもそろそろ出ないとな。ムアラニを追いかけようぜ。まだそこまで遠くには行ってないはずだ。心配するなと言っているだろ。こっちこっち、ここなら安全だから。カチーナの方はあと何？全員避難してもらったよ。あ、旅人さんとパイモンちゃん。今どんな状況だ？あと一箇所キャラバンが閉じ込められてる。早く助けてあげないと。一緒に行くよ。私も行く。ここはうちらに任せて、自分の安全を優先して。ふわけ山の地レバイオン、はびこれドリフトーン、ウェーブ、サドーン、トーン、よいしょっと、採掘スタート。ありがとう。もう終わりかと思ったよ。どうお礼を言えばいいのか。気にしないで、無事で何よりだよ。どれどれ。うん、取られたものもないみたいだね。アビスってモラには全く興味がないみたい。これで小玉の湖周辺のアビスの凶紋は全部解決かな。ふう、よかった。さっきも本当に焦ったよ。そうだ、シトラリは一緒に来なかったの？名園の主も襲われてるから一旦集落に帰ったんだ。コメイの件はまた後で話すことになってるぞ。そっか、まあそれもそうだね。まずはこの状況を何とかしないと。ここで長話ってのもなんだし、トリマ集落に戻ろう。やっぱり怪我人が出ちゃった。はあ、もっと早くついてれば助けられたのに。アビスは初っ端から猛攻撃を仕掛けてきたからね。警報を聞いてすぐ駆けつけたけど、すでに魔物の数は手に負えないほど増えてた。幸いすぐにカチーナが戦士たちを率いて駆けつけてきてくれたの。そんでみんなで力を合わせて一気にアビスの凶紋をいくつも壊した。一緒に来ただけだよ。それより野外に駐屯するって方針のおかげだと思う。そうじゃなきゃ到着するまでもっと時間がかかってた。湿った芝生の上に寝るのはあんまり快適じゃなかったけど、全部報われたね。八神の国のことでしょ。どうか、うちらが黙ってても薄々気づいてる人は増えてんじゃないかな。状況は悪化するばっかなのに、待つこと以外何もできないなんてイライラしちゃうよね。エンジン様の計画にある残り2人の英雄がいつ現れるかも未知数だし、今私たちがやるべきことはエンジン様のために時間を稼ぐことだよ。みんな元気出して、どんな戦いにだって必ず意味はあるんだから。相変わらず前向きだな。お前がいると元気が出るぜ。サンキュー。ま、あたしの一番の取り柄だからね。うちらに全部話すわけにはいかなかったんだろうけど、神の心の力を使えばこの状況を緩和できる。ただ
大きな代償が伴うってマービカは言ってたんだね。どんな手段でかはわからないけど、隊長もそのことを知ってエンジン様に戦いを挑んだ。それで解決策があるのになんで行動しないのか問い詰めたのか。もし隊長がエンジン様と同じぐらいの情報を把握してるとすれば、疑問を抱くのもわかる気がするな。リスクが高いのは事実だからね。6人の5名の継承者が全員揃うかどうか、私たちですらわからないもの。競技場を出る前にマービカと話したんだ。あいつ曰く隊長の言う手段は代償が大きすぎるらしい。それもそうだよな。安全な方法があるならとっくに試してるだろうし。うん、私もエンジン様を信じるよ。カチーナちゃんがヤガミの国に閉じ込められた時、エンジン様はごまかしたり逃げたりしないで全力でサポートしてくださった。カチーナちゃんを助けるために貴重な記念品を全部燃やすことも厭わなかった。命の重みをよく知ってるからこそできる行動だと思う。だからナタを救う方法について何か隠してるなんて到底思えないよ。そうだね。そもそも隊長とうちらとじゃ代償に対する考え方が違うのかもね。命はもちろん大事だけど、うちらにとって同じくらい大事なことはたくさんある。歴史とか記憶とかね。神だから言えることと言えないことがあるだろうけど、少なくとも今回の件については隠し事はしてないと思うぞ。となると隊長が見つけたっていう新しい方法が何なのかってことが要点になるね。エンジン様でさえ知らないんでしょ。うん。それに隊長って人はスネージナヤの出身なんだよね。ポリュイがあなたを助けるなんて不思議だなって思っちゃう。うーん、頭がパンクしそうだぞ。やっぱ情報が足りなすぎ。ファディが何を企んでるのか知らない限りどうにもならないな。なら一緒にマービカのところに行かないか。ファディの行方を調べてるって言ってたから、そろそろ結果がわかるはずだ。ファディのやつら結構な人数だったし、すぐ尻尾をつかめるんじゃないか。だね、そうしよう。こっちもいくつか推測してることがあるからさ、もうちょっと情報が揃えば真相が見えてくるかも。モアラニちゃん、駐屯チームに興味はない？あるある、ちょうど言おうと思ってたところ。ぜひ入らせて。もしここにもっと早く着いてたら怪我人はもっと少なくて済んだはず。そしたらその分こっちの戦力も維持できたでしょ。この循環って大事だと思うんだ。じゃあ申し込みに行く。人手が足りてないからすぐ返事がもらえると思うよ。申し込み？そんなのいらないよ。カチーナちゃんについていけばいいでしょ。それはそうだけど、でもちゃんと指示に従ってね。大丈夫だって。申し込みなんて面倒だもんね。手間が省けてよかったよ。じゃあこの辺りで解散しよっか。今度また祝勝会をやりましょう。うん、絶対だぞ。マービカー、あれ、チャスカとクイクもいるのか。あ、クイク、大丈夫か。うん、大丈夫だから心配しないで。野外で偶然ファデュイを見つけてそのまま後をつけたそうだ。ファデュイ順を追って説明するから落ち着いてくれ。実はファデュイもアビスに襲われたの？いや、違うみたい。行商人たちを保護してる。ほら、あそこ。確かにそうらしいな。何か取引でもしてるのか。もう少し観察してみよう。怪我がなくて何よりだ。
最近各地でアビスの魔物が湧いている。旅行の計画は取りやめて、しばらくは競技場から部族の拠点に避難しておいた方がいいだろう。ありがとうございます。でもお礼にできるようなものが何もなくて。礼などいらない。任務を執行中に君たちが危険な目に遭っているところを見かけたから助けたまでだ。本当にお礼がしたいなら、俺たちに会ったことを口外しないでくれると助かる。そうだな、ナタの戦士が助けてくれたことにすればいい。ええ、わかりました。でも余計なことは考えるな。何か企んでいるわけではない。ただ隊長様が煩わしいことは嫌うのでな。無論これはあくまでこちらの望みであって、決定権は君たちにある。ファディが口を封じるときは強硬手段を取るな。わかりました。行きましょう。聞いた？隊長って言ってたわね。変人様が行方を追ってる人じゃない？ああ、大物の予感だな。だが取引ではなく、通りすがりに人助けをしただけのようだった。何か企みがあるようには見えなかったな。隊長のナタを救いたいという言葉は信用ならないと思っていたんだが、奴の言葉が真実であることを裏付けるような光景だった。私たちファデュイに対する先入観にとらわれすぎなのかしら。結論を出すのはまだ早い。後をつけるぞ。奴らの目的地と行動を把握しておく必要がある。目的地はここだったみたいね。びっしり見張りで囲ってある。厄介だわ。お前はここで待ってろ。中を覗いてくる。ちょっと待ってってば。こんな状況でどうやって乗り込むの？見ろ、地形を利用すればいい。奴らは火翼の集いの移動手段に詳しくないかもしれないしな。そうかもしれないけど、ここからじゃ奥の方は見えないのよ。バレずに隠れていられる場所が必ずあるとは限らないでしょ。一人だとどうしても視界に死角が生まれるものよ。警備が厳重な場所ほど調査する価値がある。たとえ隊長がここにいなくても、ファデュイが何を企んでいるかぐらいは探れるはずだ。リスクを冒してでも情報を手に入れる価値がある。聞く耳持たずね。はいはい、分かったわ。ただし私も一緒に行く。なんだそれは。私の案の方がマシだ。ずっと患者の治療のためにあちこち駆け回っていたのに、無茶したら体が持たないぞ。私は自分の身を守れるが、今のお前は。私だって守れるわ。それお前自身も信じてないだろ。信じるかどうかはお姉ちゃんの問題よ。お姉ちゃんが一人で突入して五体満足で出てくるなんて想定実現できると思う？私が言うことを聞かなくてお姉ちゃんに迷惑をかけたことなんて一度もないでしょ。むしろお姉ちゃんの方が。分かった分かった。ここで言い争っても仕方ない。絶好のチャンスを逃すわけにはいかないんだ。やっと折れてくれたわね。心配しないで、私だってれっきとした火翼の集いの誇り高き若者なんだから、これぐらいお手の物よ。なら昔みたいに手分けして行動しよう。手で合図を送り合いながら互いの死角をカバーしつつ、必要な時はサポートする。ロープは持ったな。バッチリよ。行きましょう。ファデュイがみっちり見張ってるな。ここはクイクの合図を待とう。
今だ。またとないチャンスだ。必ずものにしないと。よし、バレてない。順調だ。次はあそこの高台か。やっぱりファディが見張ってる。クイクの方がよく見えてるみたいだ。あいつの合図を待とう。合図だ。よし、ここからじゃこれ以上合図を遅れそうにないわ。先に進むしかない。お姉ちゃんもそう思ったみたい。ファドゥイの動きを注視して合図を送ってくれようとしてる。ここは待ちましょう。今だわ。バレるところだった。一気に向こうまで行くのは無理そうね。チャンスを伺いましょう。よし、着いた。私だってお姉ちゃんに負けないんだから。大事そうなところは全てファドゥイが見張ってるわね。遠回りするのもありだけど、あ、いいこと思いついた。ん？何の音だ？爆発か？うわっ、くさい！うわっ、なんだこの匂いは。おい、何してやがる。そりゃこっちのセリフだ。効果てきめん。あの人たち、ファディが目の上のタンポブだったみたいね。いい口実とばかりに噛みついてくれたわ。あっちの山の人も加勢しに行った。よし、お姉ちゃん、こっちこっち、クイクのやつ。頭が回るじゃないか。すぐ行く。手をつかめ、早く。こっちよ。誰もいないことは確認済みだから、一番奥まで近づけるはず。どう？私みたいな優秀なアシスタントは引く手あまたなのよ。お姉ちゃんだけが認めてくれないんだから。ああ、私の問題だ。クイック、よくやってくれた。わざと嫌味な言い方をしたのに、あっさり認められたら私の方が悪役みたい。とにかく目の前の状況に集中しよう。ここは敵の真っ只中だ。滞在する時間が長くなればなるほどリスクも大きくなる。お姉ちゃんが気にしてないならいいわ。それにしてもファディがあんな大掛かりに発掘作業を進めてるとはね。まさか文化や歴史に興味があるのかしら。おそらく竜が残した資源装置を探してるのだろう。わずかな記録しか残っていない古代の代物だ。
地元の人ですら使い方はよく分かっていないのに、なぜファディが。問題なく機能しているようだ。隊長様がお探しになっているのはこれで間違いないだろう。苦労の末やっと見つかったな。持ち帰って報告しよう。持ち帰るってどこに？ついてく？お前まだついてくるつもりか。当たり前でしょ、最強コンビなんだから。最後まで一緒に行動しないと。何の音だ。ち、気づかれた。逃げるぞ。石が落ちてくるわよ。お宝を見ておいた方がいいんじゃない。ふん、騙しやがったな。奴らを捕まえろ。なんとかファデュイを振り切った後、再び後を追ったんだが、奴らは同じようなものをいくつも集めていた。でもその後も行動を取る様子はなかったから、一旦撤退することにした。で、クイックはそいつらに追われた時に怪我したわけ？いや、自分のキャパを把握できていなかっただけだ。競技場に戻る途中、力尽きて倒れた。少なくとも作戦中は足を引っ張らなかったでしょ。私の連勝記録は途切れてないんだから。結果からすると2人とも素晴らしい活躍だった。家族でない私に言えるのはこれぐらいだが。はい、反省しています。これまでの情報からするとファディの狙いは古代の非現装置だろうね。うちらからしたって謎だらけのものを隊長が飲む？私にもわからないが、神の心と似たような効果を発揮する可能性がある。この線で調べるとしよう。シロネン、ナタにいる非現学者を全員集めてくれ。オッケー。二人ともご苦労だった。クイクはゆっくり休んでくれ。君に見てもらった患者たちからの土産が談義室に数多く届いている。君に渡してほしいとな。私からもちょっとしたプレゼントを用意した。一緒に家まで届けよう。ささやかなお礼だと考えてくれ。みんなが私の大活躍の証ですね。ですがエンジン様から贈り物をいただくわけにはいきません。私たちはナタのためにやるべきことをやったまでです。クイクのことはご心配なさらず、家に連れ帰って休養させますので。クイクの大好物のチビ流ビスケットが入っているのだがな。え、欲しい。エンジン様、遠慮なくいただきます。こら、クイク、まったく。実は私も好きなんだ。君たちの分もあるから後で食べてみてくれ。今から非現装置の資料を調べる。進展があればすぐ知らせよう。ひひ、遠慮なくいただくぜ。これからどうするんだ。クイクを家まで送ってちゃんと休むよう見張っててくれって父さんと母さんに頼んでくる。まるで囚人ね。家屋の集いに帰らなくたって1日か2日休めば大丈夫だってば。お前はいつも大したことないと言うが、まさにそういう大したことないことが大きな問題に発展するんだ。お前を宿で休ませたとしよう。アビスの襲撃を知らせる警報が鳴ったらすぐ現場に駆けつけるだろ。絶対に宿から出ないって約束するわ。ほう、わかった。お姉ちゃんの言う通りだわ。自分でも無理って思ったもの。医者としてどんな状況でも患者さんを放っておくわけにはいかないの。この命がある限りね。情けないけどその通りね。ひひ、初めて会った時お前必死になってチャスカを止めてたもんな。私は医者よ。危険を顧みずに無茶する人がいたらそれが誰だろうと止めるわ。怪我してほしくないんだもの。なら私の心配も分かってくれ。医者と患者よりも近しい関係じゃないか。
お前たち、やっぱり似てるな。どこがだ。私は常にリスクと代償を把握している。冗談じゃないわよ。お姉ちゃんたら、あるのは根拠のない自信だけで、しくじったら言い訳ばっかり並べるんだもの。おい、デタラメを言うな。あら、そう？じゃあ実例を述べてあげようかしら。ストップストップ、おいら、さっきの発言は撤回するぞ。気にするな、パイモン。喧嘩もコミュニケーションのうちだ。私たちもお互い気に留めていない。そうそう、これまでお姉ちゃんからはいくつも学ばせてもらったわ。例えば、感情に任せて行動するとかね。ま、家族だからしょうがないけど。引っかかる言い方だな。これって仲直りしたのか。どちらかが妥協しない限り、いつまでも私たちは平行線だ。でもだからといって敵対してるわけじゃない。そういうこと。お姉ちゃんが白旗をあげるまで気長に待ってるから。好きにしろ。さ、そろそろ帰ろう。じゃあまたな。問題がなければすぐ戻ってくる。そこまで急がなくても、家族とゆっくり食事ぐらいしてきたらどうだ。またね、旅人パイモン。体に気をつけて。あいつらすぐに仲直りするんだろうな。いろいろ情報も集まってきたし、ここらで一旦整理してみるか。ごめんごめん、また変なタイミングで邪魔しちゃった。気まずそうな顔してどうしたんだよ。オイラたちに何か用事か。じゃあ、休憩を邪魔しちゃったお詫びに、今度炭焼きステーキをおごるから。うわあ、何なりとご指示を。指示だなんて大げさよ。私たち友達なんでしょ。今回はある情報を伝えに来たの。この前別れる前にした話覚えてる？おう、オロルンの魂が不完全だって話をしてたよな。あと、ナタを救うためにオロルンは役立ちたいと思ってるって話も。お前と別れた後さ、オロルンは隊長のところに戻ったんじゃないかって旅人と話してたんだ。お前はどう思う？ええ、その推測は正しい。ついさっき証拠も手に入れた。オロルンが帰ってきたの。しかもあの子ったら、名園の主の拠点防衛戦にも参加したのよ。え、帰ってきたのか。計画から手を引いてって言ったけど、聞く耳を持ってくれなかった。成功まであと一歩だから諦めるわけにはいかないって。今回帰ってきたのは名園の主のためなんですって。集落を離れたのはナタのためとも言ってた。捕まえなかったのか。激しい防衛戦の真っ最中だったし、敵から部族を守ることで精一杯で、あの子のことにまで気を配る余裕がなかったの。それにあの子も私を警戒して距離を取ってた。捕まえに行こうと思って隙を狙ってはいたけど、とてもそんな状況じゃなかったわ。はあ、ばあちゃんって呼ばれてるくせに、結局何の役にも立てなかったわ。元気出せよ。あいつにとってお前と名園の主のみんなは家族なんだろ。苦労して育ててきてやったんだろ。そうね。今回あの子の姿を見てふと思い出した。小さい頃もあんな風に集落中を走り回って、人様のお宅に上がり込んでは我が家のように遊んだりしてたなって。あの子は名園の主の子供で、ナタの子供なんだもの。子供が家族のために何かしてあげたいって思うのは当たり前かもね。それに私の弟子だもの。
あの子のトリックなんて私には余裕のよっちゃんよ。ってことは、ほら、オロルンの魂は不完全でしょ。だからあの子の魂が安定するようにお守りを持たせてあげてるの。効果を発揮するのはお守りにはめ込んである宝石なのよね。そろそろ取り替えなきゃいけない頃なんだけど、あの子に近づく術がないでしょ。だから物資補給袋に入れて冥縁の主を支援しに来てたイファに渡してオロルンに届けてもらうよう頼んだの。あ、イファってわかる？え、知らない？地元で超有名な獣医でオロルンの友達なの。しょっちゅう私にいろいろ届けてくれるのよ。事情を知らないイファは素直に預かってくれたわ。オロルンは袋から宝石を取り出してお守りに付け替えるはず。あの子にとってとても大事なものだから、きっと宝石に細工されてるって疑うでしょうね。でも正解は袋の方。袋に触れた瞬間、オロルンの記憶は取り外された古い宝石にコピーされる。へえ、そんなこともできるのか。すごいな。私だからこそできることだけどね。あの子が君の魂を八神の国に引きずり込んだ時の術だって、私にかかればちょちょいのちょいなんだから。あの子が私の細工に気づくことは絶対にないわ。つまりこの中にはオロルンの記憶が入ってるのか。ふん、私と駆け引きだなんて100年早いっつうの。さすがグラスバーバー、早くあいつが考えてることを覗いてみようぜ。そうよ、真相を突き止めたらこっぴどく叱ってやるんだから。ねえ、こんなおばあちゃん、やっぱり嫌われちゃうかしら。正直に言って、慰めてくれなくてもいいから。うん、難しいな。おいらにはおばあちゃんなんていないし。なんて頼りない家族なんだろうってつくづく情けなくなるわ。昔の儀式のことも今回だって全然あの子の役に立てなかった。でも今を逃せば500歳になっても今日の光景が夢に出てきてムカつきながら目覚めることになっちゃいそう。確かにハッと目が覚めてその後泣くかも。ってそんなわけないでしょ。おい、火に油を注ぐなよ。だから真相を明らかにしないと。あの子がカンカンに怒って遠い田舎に引っ越すことになっても私は平気だって。おばあちゃんが孫を守るのは当たり前でしょ。きっと後悔しない。一人で大丈夫か。一緒に行ってやろうか。え、来てくれるの？おう、オイラたちにも理由はあるしな。例えば、そうそう、あいつの記憶の中にファデュイに関する手がかりがないか確かめないと。君たち、よーし、一緒に行きましょう。途中で引き返すのはなしだからね。おう、安心しろ、オイラたちはプロの冒険者だからな。うんうん、そのプロ根性が大事よ。じゃあこれからあの子の記憶にこっそり潜り込むからね。うえ、すっごく後ろめたい気分。こうするしかない状況だったってこと、君たちが証言してよね。はあ、準備はいい？君たち、このところぐんぐん育ってるな。大きな大根になってくれよ。それからイファは君を場所ばかり取っているというけど、
僕からしたら君は立派な木だ。そうだろ。よう、オロロン、元気か。おかんびおじさん、元気だよ、おじさんは。相変わらずさ、また野菜たちに名前をつけてやってたのか。いや、ただの世間話だよ。それは面白い。で、野菜たちはなんて。もうすぐおじさんが来るって。あと、野菜と果物を持たせてあげてねとも言われた。それはそれは、またうまいもんをくれるのか。ああ、そうだ。昨日イファに会ったんだが、あいつの預かってたチャスカの竜がお前の大根畑を荒らしちまったそうじゃないか。イファと喧嘩してないだろうな。してないよ。でもどんな手段を使ってでもイファには謝ってもらうけど。おじさんの分はもう包んであるよ。どうぞ。本当に俺が来るって分かったのか。そりゃすごいな。明煙を灯すと幻影の中に道が見えるというから。じゃあ最近突然出てきたあいつらも見たか。突然？いや、見ていない。ハデュイが来たんだ。お偉いさんらしき奴は見るからにすごいオーラを放ってた。手下はそう多くないが、精鋭兵ばかりらしい。人探しをしてたみたいだったが、誰も話しかける勇気がなくてな。見かけたら気をつけろよ。名園の主の者のようだな。なぜこんなところに一人で暮らす。離れた場所で静かに暮らすのが好きだ。君がファデュイのお偉いさんか。そう表現しても間違いではないな。人を探しているのだ。お前も耳にしたことがあるかもしれん。シトラリという人物だ。ばあちゃん、よそ者が一体なぜ。ああ、聞いたことはある。彼女に何か用か。情報を隠そうとしているな。お前に聞いても仕方がなさそうだ。教えてくれる気はないのだろう。見透かされている。こうも簡単に諦めるのか。待て、シトラリを探している理由を教えてくれ。それは言えんな。自分のやり方で探させてもらう。一体なぜ。まさかファディとばあちゃんの間に何か関わりでもあるのか。何か企んでいるのかもしれない。ついていって確かめないと。地脈の観察と探査をしながらばあちゃんの情報を集めているようだ。でもナタを信仰する意図はなさそうだな。何も好転の兆しが見えない。エンジンは約束を守らなかったということだな。大将様。ん？大した脅威ではない。気にするな。僕がつけてきたのに気づきながら眼中にもないのか。あいつがとてつもなく強いということはわかる。でも何か常軌を逸した部分があるような。言葉では表せないが、ある種の共感さえ覚える。どうした。すみません、急にめまいが。地脈が乱れたせいで外にいてはいけないものが未だうろついているらしいな。待て、なぜ名園の主の不術を。
しかも溢れ出した魂を地脈に送り返した。至難とも言える技をいとも簡単に。ばあちゃんを探している理由とも何か関係があるのか。だいぶ良くなりました。ありがとうございます。気にするな。引き続き情報を集めろ。常に警戒を怠るな。アビスはいつ襲ってくるかわからんからな。異常に気づいたら演習の通りに戦えが、勝敗にこだわってはならない。情報伝達が優先だ。はっ。ファデュイもアビスの力と戦っている。一体なぜ。もしかして最初から悪巧みなんてなかったのか。あれからずっと後をつけてるけど、あいつら僕のことなんてまるで眼中にない。大した自信だな。部下からは隊長と呼ばれているようだが、聞いたことのない名前だ。ここは競技場の近くだが、今日は一体何をするつもりだ。二人は俺についてこい。残りの者は計画通り待機だ。各隊に知らせろ。もし俺が目的を果たせなかったらすぐに撤退だ。競技場に入るのか。でも中にはエンジン様が。待てよ、まさかエンジン様に会いに来たのか。隊長様、無礼を承知でもう一度確認させてください。本当に計画を実行されるのですか。傍観は終わりだ。そろそろバトンを渡してもらわねばな。ナタに残された時間はそう長くない。かしこまりました。ためらいもなく競技場へ入っていった。一体何をするつもりだ。くっ。このままでは勝負なんてつきそうもない。まだ戦い続けるつもりか。これは地脈の近くでも同じ気配がした。微弱だが魂が溢れ出している気配だ。だがどこから。ばあちゃんを探していたのはそのためか。あいつが死んだら手がかりが途絶えてしまう。止めないと。まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。くっ。無理するな。エンジンと張り合えたのは君が初めてだ。やれやれ、手を出すには最悪のタイミングだと思わなかったのか。後をつけられていることはとっくに分かっていただろう。なぜ手を打たなかった。森の中を歩いていると野獣に遭遇することがあるが、どんな奴にも飛びかかってくる勇気があるわけではない。
だがその野獣に君は助けられた。何が欲しい？何かが欲しくて助けたわけではない。僕の魂は人よりも敏感だから、血脈が弱っているのはひしひしとわかる。エンジン様がどんな対策を取っているのか知らないが、本当にナタを救えるのか。君がエンジン様に突きつけた問いは、そんな僕の心の声を代弁していたように感じた。だから君を助けるべきだと思った。ふん。なるほど。隠し事が得意なだけではないらしい。だが自分がどれほど無謀なことをしたかわかるか？わかっている。もう後戻りはできない。君を助けたことで僕は窮地に立たされている。競技場で公然とエンジンに挑んだ君を得意の術で助けた。エンジン様は名演の主の不術だと一目でお分かりになっただろう。僕は君と同じ船に乗ってしまったんだ。俺の意見を聞くつもりは毛頭ないようだな。今さらそんなことを言ったって手遅れだ。事の発端から教えてくれ。なぜシトラリを探している？彼女と知り合いなのか？その前にお前は誰だ？あの時の反応からして彼女を知っているな。シトラリは僕の家族で師でもある。先ほどの武術も彼女が教えてくれたものだ。だから僕は彼女を守る責任がある。ほう、彼女を守りたいなら俺がエンジンの手で死んだ方が都合が良かったのではないのか？だがお前はそうしなかった。もっと分かりやすい説明が必要か？僕はナタの現状を変えたいと思っている。自分の手で何か成し遂げたいんだ。君は相当な変わり者に見えるが、僕に道を示してくれそうな気もする。変わり者か？名演の主に伝説のグラスバーバがいるということは誰もが知っている。大礼との意思疎通に最も長けた人物だとな。そして大礼は八神の国に関する多くの知識を持っている。大礼？八神の国？なぜ八神の国の知識が必要なんだ？お前の知るべき範疇かどうか判断しかねる。僕に命を助けられたことを忘れるな。ファデュイが恩知らずな輩だとしたら。人は嘘をつくが魂は違う。僕が感じ取った限り、君の魂はずっしりしていてまっすぐだ。お前は確かに名演の主のものだ。性急に結論を出してしまったことを詫びよう。思っていたより有能なようだな。では行こう。お前が計画に参加するに足る器であるかどうか見せてみる。そんな方法があるとは。試してみる価値はある。ああ、ズタズタになった血脈を網を編む方法で守るのではなく、もっと根源から解決する方法。血脈の再構築か。
とバイも大丈夫？ちょっとクラクラするけど大丈夫だぞ。平気平気。でも激おこよ。あの子ったらやっぱり昔のことを負い目みたいに思ってるのね。みんなに助けられて生きてきたからって恩返ししなきゃとか思ってるんでしょ。それはただの独りよがりだって言うのよ。ほんと意固地なんだから。そんなくだらない思い込みで私のことまで避け続けて、羽が生え揃ったからって好き勝手できるとでも思ってるのかしら。そんな風に育てた覚えなんてないわ。二度とあんな真似させないから。二人とも頑固なところはさすが家族って感じだな。それ褒めてるつもり？頑固さで言えばあの子は私の足元にも及ばないけどね。話を戻すけど、さっき聞いちゃったあれとんでもない話ね。ああ、隊長のやつ地脈を再構築するとか言ってたぞ。本気なのか？でも再構築って一体どういう意味だ？運命の食器みたいなものか？それで本当にアビスの問題を解決できるのかな。運命の食器？説明するのはちょっと難しいけど、カーンルイヤの装置なんだ。不思議な力があるらしいぞ。とにかく地脈がいじられたらナタのみんなが影響を受けるだろ。それってすごく大変なことなんじゃないか。つまり隊長は最初から最後まで嘘はついてないってことね。オロルンの記憶もそれを証明してる。なんで隊長はそこまでしてナタを救おうとしてくれてるんだ。とりあえずマービカに知らせないとだな。うん、一刻も早くね。